キアーリの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つ。1701年9月1日に、現在のイタリアピエモンテ州ブレシア県の都市、キアーリでオーストリアと、フランス軍が衝突した。プリンツオイゲン率いるオーストリア軍は、チロルから中立国である、ベネツヤ領内を横切り来た、イタリアに進撃した。それに対して、フランス軍を率いるニコラ・カティナは、 カルピで迎え撃ったが敗北を喫していたため、ビルロア港、フランスはドヌフビルが代わりに指揮官となっていた。オイゲンは、ロンバルディアを北西に進軍し、1701年9月1日に、キアーリで、両軍は激突した。フランス軍3万8千人ほどに対してオイゲン、率いるオーストリア軍は2万2千人ほどと数の上では劣勢であったが、オーストリア軍は戦いに、 有利な地点を占拠していた。フランス軍は陣地に突撃をかけたが、待ち構えていたオーストリア軍は周囲を川に囲まれた陣地で正面に大砲を設置していたため、2時間後には、フランス軍はおよそ3000人の損害を出して、破れ去った。一方、オーストリア軍の損害はわずか200名ほどだった。戦後フランス軍とオーストリア軍は、こ着状態となり、 戦闘は行われなくなったが、1702年に入り、オーストリア軍はフランス軍に奇襲を仕掛けた。ありがとうございます。